はい、夢です。こんにちは。どうもどうも。今日はですね、35周年ディズニーイースターのディズニーシーに来てます。実はですね、ディズニーシー今このエッグハントプログラムっていうね、その隠れたエッグを探そうっていう、こういうのやってまして、でこのプログラムに参加するとこのパッチンがもらえるっていうのがやってます、イベントで。でこれに参加してきました。で今日これからね、この動画でねそれをやるんですけども、これネタバレで、この卵を探すのが楽しいイベントなんですけど、この動画を見てしまうとネタバレで全部答えが分かってしまうので、分かってもいいよっていう方はこの先見てください。で見たくない方は動画止めて次の動画行った方がいいです。はい、じゃあそれでは行きますよ。じゃあ VTR スタート。はい、夢です。こんにちは。どうもどうも。今日ですね、イースターのディズニーシーに来てます。このイースターのですね、エッグハント、パークに隠れた卵を見つけよう、こちらのイベント、毎年イースターの恒例だと思うんですけども、今年はですね、ランドの方ではなくシーの方で開催されてますね。はい、これをですねちょっと今日はやってみようと思います。こちらじゃあ有料なんですよね。900円でこのエッグハント参加キットを購入します。はい、参加キットはですね、パークの方何箇所か売ってるんですけども、まあ、代表としてこちらのエンポリオですね、こちら商品並んでますので、この商品をまずねレジで購入します。で900円ね、はい、900円でこの台紙を購入しますね。そうすると、まあエッグハントプログラム、このように参加することができます。で無事に見つけると、こちらのですね35周年限定のこのパッチンがもらえるわけですね。はい、じゃあこちらの方早速やってみましょう。じゃあまずこちらのエッグハント、こちらの台紙を購入してきます。行ってきます。はい、買ってきました。早速チャレンジしてみます。やってみます。はい、こちらの方早速中開けてみます。はい、開けるよ。開けるとじゃじゃーんと、このように、まあさっきエンポリオで飾ってあったのサンプルのまんまですよね。はい、なので卵1、2、4箇所ですね。4箇所の、卵ポイントがあるので4箇所探します。1がですね、まずはロストリバーデルタ、はい、こちらがあります。いいね。Look for egg one here、 はい、そのままですね。2がアメフロのウォーターフロントパークですね。3がですね、なるほど、アラビアンコースト。4、こちらがマーメイドラグーン。なるほど。でそれぞれどこにあるか見つけたら、見つかったところに今シールを貼ってねってことですね。 OKOK、はい、でこのシールを剥がしてこちらにまた貼ることができるわけですね。やってみるか。でですね、そうそうそう、これ面白いのがね、ほらこうやって飛び出るんだけど、なんとこれこうやってね持ってうーんってやった時に、裏から見るとですね、このように卵を探してますって書いてあるんだよねこれは知らなかったマジか。じゃあ早速回ってみるか。実はですね、パーク 1,2 周してる時にですね、チラ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 これ実は見つけてしまったんだよね。なので意外とあっさりといけそうですね。はい、じゃあ早速回ってきます。行ってきます。はい、今ですね時間は10時半なんですけど、ですね、ファッショナルイースター2回目の待機列がですねもうできてます。6時間後のショーを見るのにですね、待機列だいたいそうですね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,20人ぐらいかな。でもまあ中抜けしてる人もいるでしょうか。実際には、ね、2,30人って感じかな。はい、6時間前ですけども、4時半の2回目早くも並んでます。皆さんお疲れ様です。関係ないけどこの景色いいね。いやー、この非日常感たまらんわ。はい、じゃあ次に行きます。はい、イースターエッグを求めてまずはウォーターフロントパークにやってまいりました。もうね公園入り口のもうゲートにですね、もうドカドカとでっかくもう飾ってある、もうめっちゃ分かりやすいですね。もう単なるフォトロケーションかと思ってたら、もうこれがもうあのイースターのエッグハントのもうあれですね、もう卵なんですよね。はい、まずはアメフロクリアです。シール移し替えました。ちゃんとあれね、卵の絵柄も書いてあるから間違いないようにちゃんとなってんだね。なるほど。
はい、じゃあ次行きます。はい、エッグハント、ですね、ロストリバーデルタ来ました。こちらに一箇所エッグがあるとのことなんですけども、実はですねやっぱ結構ね目立つところにあるからね、実はもうこのプログラムに参加する前から実は、はい、見つけてしまっていますので早速見ていきましょう。はい、ロストリバーデルタのエッグはですね、ホセパンですね。これは分かりやすい。で、実はですね、このホセパンエッグの横にですね、はい、ハピエストミッキーもいるんですよね。並んでます。分かりやすい。はい、ロストリバーのエッグ、はい、クリアになります。ちょっとですね、トレイルを来てみました。はい、ミッキー、ミニーちゃん、ミッキー35分、ミニー30分、グフィー20分、まあ、安定のいつもの、まあ、待ち時間って感じですよね。はい、エッグハント、卵を求めてアラビアンコースト来ました。これあれだよね、シンドバッドのさ、あの鳥のあの卵だよね。見つけたと思ったんだけど、アラビアンコーストの卵はこのジーニーなので、なのであのシンドバッドの卵、あれはここにはないから多分フェイクだと思われます。結構引っ掛けあるんだね。危ない危ない。はい、エッグハントプログラム、これあった、めっちゃ分かりにくい。はい、ジーニーやりましたよ。場所はこの、はい、噴水のとこですね。確かにこちらにジーニーの紫色のエッグありました。めっちゃ小さい。シンドバッドのあの卵は完全フェイクなんだね。ちなみにですね、こちらちょっと目をそらすとハピエストミッキーもありますんで、ハピエストミッキーとこちら並んでますね。よかった、実はちょっと見つからなくて焦りましたよかったよかった。はい、エッグハント、エイスターエッグ4つ目、いよいよ4つ目になります。マーメイドラグーンに4つ目ありますね。中にはないと思うので、おそらく外じゃないかな。探してみます。これマーメイドラグーンの卵難しいな、ちょっと見つからない。ちょっとね、俺完全ノーヒントでやってるので、これは悔しいな。実は去年のあのキャラエッグ50個探すやつもちょっと俺手こずったエッグがやっぱあってね、ちょっと中かもしれないね。中行ってみようか。トリトンのとこかな、まさかここかな。あったあったあった。皆さん聞いいですか、あれじゃね、ほらこれだよね、宝箱にアリエルのエッグなんで、これだこれだ。なんとこのトリトン像の足元、はい、こちらにありました。よっしゃー、はい、こちらにありましたんで、はい、シールもこのように貼りました。これで完成です。あったあった。はい、4つ揃いましたので、この引き換え、こちらですね、景品交換所、こちらのねプラザのねカードバンキング ATM の横、はい、こちら引き換えになります。懐かしいね、ここ。ここはあの、確かあの、ほら、あの、アラカルトの時もさ、こう景品だったよね。あと昔、年パスユーザーはね、レシート集めて、なんか何円いくら、ね、いくらいくらレシート集めて、なんかスタンプ集めるとフィギュアもらえたりとかありましたよね。はい、こちら引き換えになります。行ってきます。はい、こちら4つのエッグハント全部揃ったので、エッグハントの景品引き換え来ました。景品引き換え、こちらの ATM の横ありますね。あ、ちゃんと専用カウンターになってますね。エッグハント景品交換所、あ、キャストが手を振ってます。じゃあ行ってきます。はい、いただきました。おはようございます。ちなみに、はい、結構引っ掛けありますね。ですね、ね、難しいっておっしゃってるとか皆さん違う。本当、はい、僕が感じた難しいは、やっぱこれですね。先ほどのゲストの方もそう言ってました。やっぱりこれ引っ掛けで、すんごいちっちゃいんですよね。で、はい、引っ掛けでね、あのシンドバッドの前にね、大きな別の卵があって、なかなかね、おっと思いました。
他のゲストどうでした、難しいってどこが、皆さん結構、うん、なんかこの辺とこの辺が難しいって、私これも聞きました。このちっちゃいんですよ、はい、あそう言ってましたね、なるほどね、はい、よかったです、はい、面白かったです、はい、ありがとう、ま、たあこれもらえるんですね、はい、そうでございます、じゃあお願いします、袋に入れます、あお願いします、はい、はい、ってな感じでですね、無事に4つの卵を見つけてこれもらえました。ね、その引き換え所のところのキャストさん曰く、やっぱりこの卵3、このアラビアの卵がね難しかったって、やっぱゲストが多かったってだろうね、ちょっと俺も一瞬焦りましたからね。あとアリエルの卵4もね意外と難しかったね、はい、なのでなかなかいいと思います、これで900円ね、まあでもねこれがもらえるんならいいんじゃないのかな、これはいい、35って書いてあるし、ちゃんとね2018ディズニーイースター、ディズニーシーって書いてあるんで、シーだけのグッズって感じがしてすごくいいですね、はい、これ俺キャストがねつけて帰りますかなんて言われて、いやいやさすがいやいやと思ったけど、まあはい、つけるとこんな感じになります、はい、いいね、これ軽音のミオちゃんみたいで、もしくはラブライブのマキちゃんみたいな、僕今の衣装のマキちゃんとかこういうのつけてるよね、こうやってね、はい、いい感じです、はい、なかなか楽しかったんで皆さんぜひチャレンジしてみてください、あれですよ、ハピエストミッキーの像が10個あるので、あれと一緒に探すといいかもしれない、セットでやってみてください、はい、以上エッグハントイン東京ディズニーシーの、体験 VTR でした、じゃあね、バイバーイ。